お世話になります、ヒトリーでございます。鎧の孤島で新登場したトレーナー、ミツバ。彼女にはワットを寄付することができて、道場を拡張したりバトルできるようになったりしますよね。これって328万ワットまでは何かしらの特典があるのですが、328万ワット以降は何も恩恵はないものの貢ぎ続けることはできるんです。ではミツバに1億ワット貢いだらどうなるのでしょうか。9999万ワットで上限に到達してしまうのでしょうか。もし上限だったら、もうこれ以上は受け取れないわみたいな感じで専用セリフがあるのでしょうか。それとも報酬があったりするのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はミツバに1億ワット貢いだらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、私すでにどれぐらい寄付しているかと言いますと、次の目標で見てみますと、これまでくれたワットは合計69万5234ワットという感じで、意外とそんな多くないんですよね。ですからここからね、どん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 やっていきたいと思います。まあ取り急ぎね、今現在もすでに999万ワット別のね企画で手に入れてますので、とりあえず全部一気にいっちゃいたいと思います。いきましょう。999万ワット9999行こう。分けてくれるんだね。はい、いっちゃいましょう。あ、1069万5233ワットになりましたと。オッケーオッケー、これでいろんなのできますね。どんどん行きましょう。ミツバのリーグカードももらっていく。おっしゃ、リーグカードもらったぜ。はい、それで、ここで見てみると勝負するが出てくるってわけですね。今後はワットを分けるで、もう本当に上げられるものがないのよ、ここから自己満足の世界ねっていう感じで言われて、もうリターンはないけどどれくらいワットを分けてくれるのっていう感じで、完全に何ももらえないけど上げてくっていう感じになるわけですね。まあ、とりあえず今0ワットですので、ひたすらね残りはねハピナスレイドで鎧鉱石集めてワット稼いでやっていきたいと思います。とりあえず今ね私は手持ちにこんな感じでね鎧鉱石持ってるんで、掘り出し親父でねひたすらワット貯めてまたここに寄付してっていう感じでやっていきましょう。はい、2000万ワット目集めましたので、これやっていきましょう。ワット分けるで、はい、また全部ここでね999万ワット上げていきましょう。全部どうなるんだろう。はい、あ、普通にいけましたね。これ2069万5232ワット。いやでもこれ今気づいたけど、枠的に1億普通にいっちゃいそうですね。まあでもとりあえずね目標目指して引き続きいきましょう。また全部ね上げていきますよ。999万ワット分けよう。 OK、 これで3069万ということでございますと。あと999万ワット分ける。はい、 OK、 これで4069万5230ワット。はい、これで全部上げましょう。はい、分けていく。はい、これで5069万5229ワットでございます。とうとう半分超えました。また全部やっていきましょう。はい、分けよう。 OK。 はい、これで6069万、あともうちょっとだ、頑張れ俺。はい、これで、全部いけ、頼む。7069万かな、あともうちょい、全部上げていきましょう。はい、いけ、ていや、8069万まで来ました、あともうちょっと、あと2回。はい、全部上げていくぜ、ていや。 OK、 9069万5225ワット、あともうちょっと、頑張れ俺。はい、じゃあようやくラストの999万ワット稼ぎました。で、貢いでいく前に一応ね最高記録どんだけかお見せしたいと思います。記録を見るで見ていきますと、63万3800ワットですよ、1回でこれが最高記録でございます。で、これどうやって出るかというと、7個の鎧鉱石で、普通だったらだいたい核変みたいの1回しか出ないじゃないですか。核変2回出る時があるんですよね。それでようやく63万3800いくっていう感じですかね。まあそんなザレ事は置いときまして、早速ねラスト上げていきたいと思います。緊張の瞬間ですねここは。はい、行きましょう。全部いけ、はい、分けていきます。いけ、よー、カンストした、マジか。え、で、これでなんかある、なんかある、カンストするんだこれ。ありがとうね、当時の何かしらに役立ってるわね。は、おい、え、何もないのかよ。俺が払ったのは1億だぞ。俺の150時間を返すよ、ミツバ。お前さえいなければお前さえいなければあいつを、ミツバを、この道場を焼き尽くす、シルバだ、大爆発だ。こうしてミツバを恨み、鎧島を憎んだ一人はテロリストと化し、道場から創建の塔までありとあらゆるものを破壊し尽くした。ミツバ、いや汚らわしい思考をする人類そのものに憎悪を抱き復讐したのである。手始めに全世界の人類を殺戮し、しまいにはアリからゾウまで
アイアントからゾードーまで自分の仲間のポケモンにまで手をかけ、全ての生命を根絶やしにした。いや、せざるを得なかったのだ。そして世界を滅亡させかけた時のことだった。はあ、懐かしいな。でも今となっちゃ全てがどうでもいいわ。ヒトリーは再び鎧島に戻り、この島を起点とし、自分もろとも地球自体を滅亡させようと考えていたのである。あれ、道場の方で気配がする。おい、お前は誰だ。出てこい。お前が最後に殺す生物だ。最後は大事に殺してやるから、ゆっくり出てこい。そこに現れたのはあのミツバだった。ミツバ？お前は最初にやったはずだが、なぜここにいる？私はあの時ダーリーに助けられたの。ずっとあなたに会いたかったの。よくそんなことが言えたな。あんなことをしやがって。お前のせいで、お前のせいで。ふざけんな。私は本当は一人が好きだったの。だからあの1億今でも取ってあるのよ。1ワットたりとも使ってないの。本当は二人で逃避行したかったのよ。ふざけんな。そんなの嘘だ。ふざけんな。本当なの。今でもヒトリーが大好きよ。ふざけんなよ。これじゃ俺はただの悪人じゃねえかよ。俺はそれでも私だけは愛してるわ。あなたが悪人と言われようと、私だけはあなたが優しい人間だと知ってるわ。俺はなんてことをやってしまったんだ。でも今からでもやり直せるわ。過去はもう過ぎ去ったのよ。これから二人だけでやり直しましょう。三葉、お前だけだ。ありがとう。その後、ヒトリーと三葉との間には子供が生まれた。その子供が子供を産み、やがて人類が発展していき、文化が生まれた。こうして今の世界が築かれたのである。ということで、現象結果、愛は地球を救うでした。テロリストじゃない。